ここは京成線京成高砂駅本線のほかに金町線、北総線、成田スカイアクセス線が通る京成屈指のジャンクション駅です。今回は北総線および成田スカイアクセス線に乗っていきます。乗る列車は成田空港行きですが、ご注意ください。この快速列車ではありません。京成高砂からは経由が異なる成田空港行きが存在します。高砂からはアクセス特急のみがスカイアクセスを経由します。本に到着です。そういう意味での2月末の新鎌ヶ谷千葉ニュータウン中央、やってきたのはスカイアクセス専用の車両3100形です。アクセス特急の種別色と同じオレンジ色です。この先新鎌ヶ谷で北総線通電車に今日本大に戻りたいと思います。先ほどから成田スカイアクセス線と言っていますが、厳密に言うと様々な路線を合わせての名称です。まずは京成線京成高砂を出発します。本日も京成電鉄をご利用くださいましてありがとうございます。金町方面へのポイントを通過。高砂の車両基地の横を通ります。アクセス特急は高架を上り本線と分かれ北総線に入ります。低速で通過しているのは新柴又駅です。一つ前のシーンで映っていたカーブがあるため低速ですが、ここを超えると速度が上がってきます。速度を上げながら見えてきた川は淀川、北総線の短い東京都内の区間が終わります。江戸川を渡ると千葉県になります。序盤ではトンネル区間も少なくはありません。トンネル以外にも地下区間もいくつかあり、矢切駅は地下駅となっています。アクセス特急1駅目の停車駅、東松戸駅、 JR 武蔵野線との乗り換え駅になっている駅です。かなり速度が出てきました。大町発車後、車窓左手に面白いものが見えます。新京成線の車両基地を見渡すことができます。新京成線とはかつて北総線と直通を行っていた関係です。次の新鎌ヶ谷駅には直通していた頃の名残が見られます。この不自然な高架の出っ張りや線路がかつて新京成線と直通していた名残です。そして新鎌ヶ谷に停車します。北総線の中でも大きい駅で、新京成線東武野田線に乗り換えられます。新鎌ヶ谷を発車。北総ホームの右側に最近高架化された新京成ホームがあります。ありがとうございます。この電車は
内では北総線とされていますが、実際に管理しているのは千葉ニュータウン鉄道なのです。大きなマンションが多数見られる千葉ニュータウン、その中心ともいえる駅が千葉ニュータウン中央駅です。頓挫したかつての成田新幹線もここに駅を設置する予定でした。もちろんアクセス特急も止まります。停車駅、印旛日本医大駅、北総線の普通列車などはこの駅までです。ここから先、成田空港へ向かうのはスカイライナーとアクセス特急のみになっています。曲がり成田湯川に、内側2線がスカイライナーなどの通過線です。過去のツアーなどでは京成古参の3600型なども走行したそうです。こちらとほぼ同時に成田エクスプレスも発車。最後に並走を見られました。流
かなかいい勝負です。第2ビルと成田空港では意外と距離が離れています。JR 線が少しずつ離れていき、成田空港駅に到着です。京成本線、成田スカイアクセス線、スカイライナーでホームが異なります。これは経由によって値段が変わるため、改札も分けなければならないためです。本線とは異なるオレンジ成分多めのホームに入線。そういえば京成でホームドアは珍しいですね。成田スカイアクセス線の紹介、今回はこの辺りで。